自分で行く片山、左の中盤です。あー自分で行く、おー、ここは倒れました。いやーこれ、あ、レッドカード、レッドカード退場、決定的なチャンスを封じたということでレッドカード、中京大学1人少なくなりました。前半まだ35分、ディフェンスの野添、ここは確かにあの競り合いの中でボールが豊田蹴球団有利な形で出て、はい、そのまま行けば確かにシュートまで行くというシーンで、そうですね、このシーンを防ぎました。早急にベンチ動かないと、さあ今のシーンですが、はい、あ、10番の加藤引っ張ってますね、ユニフォームを引っ張ってます。